雨の温泉街、僕の心をくすぐる霧が湯気のようだ。三叉路迷う、とりあえず下ってみるか。おお、この佇まい、マンダム。あの看板、おそらく壊れている。おお、苔がいい。僕、こんな通路好き。なんかゾクゾクすな。おお、うるってきた。新しいものばかりはもてはやされてきた現代社会、それと同時に子供の頃の純粋な心を失った大人たち。それじゃいかん。男は何でも楽しかったあの頃を思い出し、古き良き町でうまい飯を探し歩くのだ。僕の少し上乾いた心、この温泉街が潤いをもたらしてくれる。人気のないひっそりとした時間、王子の繁栄ぶりを思わせる佇まい。あれから何年経ったことだろう。会社の旅行で行った温泉地、慰安旅行のはずがかえって疲れたな。だけどうまいもの食って温泉使って、いつもと違った空気を味わったな。なんか昔が懐かしくなった。そうだ、あの店に行こう。
スナック追走、その名前に惹かれて入ってみた。お酒を飲まない僕にとって縁遠いはずなのに入ってみた。お店には常連さんとおぼしきマダムが一人。マダム。意外とスナックのカレーもいいもんだな。湖の目の前にお店があるってのもいい。常連さんとママさんとの会話についつい聞き入ってしまう。常連さんはどうも夜のお店を営んでいるらしい。ということはママさんと同業だな。最近のお客の入り込み状況などの話をしている。あまり良くないようだ。特に今年は選挙イヤーだ。選挙の時には夜の街から人が姿を消すと聞く。僕は選挙と無縁の身だ。何のしがらみもない。だけど言いたいことは山ほどある。なんだな、年を重ねれば重ねるほど言いたいことが増えていくのさ。